進めそうか。死骸どもがうようよしてやがる。突破は現実的じゃねえな。ノクトだけ先に行かせられない。待ってくれ、何かさ。やあ、頑張ってるね。何しに出てきやがった。少しも気を許してくれないな。これは、あれ、もう少しありがたみを感じてほしいんだけど。ふざけんな、もうお前の手には乗らねえ。今回は大丈夫、俺を信じて。それじゃあ失礼。罠だとしか思えない。ああ、だがこれでノクトを終える。ノクトは先に行ったか。まさかこんなことになるとは。しっかりしろよ、軍師殿。今悩むならこの先をどう切り抜けるかだろ。ああ、そうだな。けに王家の力が戻ったのか。いや、おそらく最小の仕業だ。なんでやつは。わからない。とにかく今は用心して進もう。こちらは治安管理局です。現在複数の研究地区で異常が発生しています。すべての住民は速やかに指定の避難所まで移動してください。移動しない住民は治安管理局により拘束または特別措置が取られます。治安管理局の緊急放送です。この放送は問題解決までリピート放送中です。今の放送、俺たちのことじゃねえな。それより先に事件か事故か何か重大なことが起きたらしい。別の放送を聞けば帝国の情勢をつかめるかもしれないな。
静かだな。ああ、死骸ばかりで誰もいねえ。ね、こっちこっち。どういうつもりだ。そうそう、こっちだよ。素直でいいじゃない。待て。なんだ。扉だ。奥に続いてる。案内のつもりか。尺だが、行くしかねえな。部屋に出たか。いろいろ落ちてる。足元気つけろよ。イグニス、この部屋モニターやらいろいろあるぜ。管理室かもしれねえ。要塞内の状況がわかるかもしれない。調べられるか。やってはみるが。ああ、なんだこれ。こりゃ多分データみんな消されてんぞ。消されてる。あ、いや待て、一つ記録が残ってる。いかにも見てくれって感じだが。確認しよう。ノクトたちを探すためにも得られる情報は得ておきたい。水準の力が王に我が指輪を。王はカンナギに支えられ、力とそして指輪を得ました。いずれ真の王として必ずや世の闇を晴らしましょう。成績は我が手に。真なる王はノクティスを置いて他におりません。ましてそれは闇に操られた人形ではない。ならば死だ。つまんないな。
途中までそれなりに面白かったけどさ、不甲斐ないように変わり自ら闇を打とうと考えた哀れなカンナギ。まったく選ばれなかったものはつらいね。今の声は、ああ今度はノクトに化けてやがった。レイブスはノクトに陛下の剣を託そうと。そう見えた。王として認めたってことなのか。行こうぜ。アーデンの野郎、何企んでるかわからねえ。時間稼がれちまったか。かもしれない。ノクトと早く合流しよう。格納庫って感じだな。どこかにクリスタルを運べるような大きな昇降機はないか。搬入口からクリスタルを探せるかもしれない。この辺にはなさそうだ。奥行ってみよう。だぜ。了解だ。これだけ進めば中枢にも近いはずだ。クリスタルがあるとすりゃ近いか。ああ、ノクトもそこを目指してるかしら。オレサレテテ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 テ
おい、こりゃどうした。クリスタルだ。画面越しだかな。グラディオ、近くに操作できる端末はないか。ここで道を開かないとクリスタルの元へはいけない。分かった、画面読むから指示頼む。防衛軍より通達。生徒防衛軍より通達。研究施設より逃亡した死骸は一部の地区を除き鎮圧されました。残余の地区も魔導アーマー部隊の投入により事態は収束しつつあります。現在生徒全域において外出禁止令が発動されています。人
き続き治安の回復まで外出禁止にご協力願います。一部を除き鎮圧か。最初はどんだけいたんだか。施設の警戒は厳しいはずだ。誰かが故意に逃がしたか、あるいは管理者が消えたのか。あの野郎、どういう。待て、聞こえないか。聞こえる。ああ、今確かにノクトの声が。グラディオ、こっちだ。おい、イグニス、